イベント開始ようこそ。まずは白きカードをスキャンしてください。確認完了です。通信中です。通信に成功しました。次にモード選択にしましょう。コインを追加する遊びモード設定です。まずはバトルの準備だ。バトルに使うカードがなければボタンを押すんだ。カードがなければカードスキャン完了。 V ガジェをセットして V ガジェをセットしたぜ。 V ガジェパワーチャージ中だぜ。チャージ完了。バトル準備完了だ。遊びたいイベント開始。イベントバトル挑戦するステージを選ぼう。ステージ決定。始まりました。打ちバトル。舞台はここ大津の神社。さあ君の虫が登場です。レジェンドオブコーチエルクレスオンカウント。一冊のパワーです。カブトの V ガジェセット。ゴリアスオンの花抜けに一気オンスマルがその体だった。これは強そうだ。最高に強い虫がパワーアップだ。続いて相手の虫が登場です。レジェンドオブコーチエルクレスオンカウント。パーです。ドライアスオンズの花抜けにこの話ギアマン。これは強そうだ。最高に10枚虫がパワーアップだ。ラウンド1。はい、追いかけ発動のチャンスでござる。やばい。エルクレスオーカウントの攻撃ワッキーパーフェクト。まずまずのダメージ。怪しいくらい。エルクエスファイル。エルクエスオーカルトの必殺技。エルクエス攻撃だ。追撃発生。これは大きなダメージ。ターン中毒のダメージを与える。毒が続いている。まさか同じやつ。くらえ。エルクエスファイル。エルクエスオーカルトの必殺技。これは耐えられるか。決着がついた。ラウンド2。はい。闇の V ガジェ発動。やばい。エルクレスオーカウントの攻撃ワッピーグライト。これは大きなダメージ。怪しいもらったぜ。エルクレスファイル。エルクレスオーカウントの必殺だ。捕まえよう。今回はこんな虫がいるぞ。いい虫が取れるといいな。はじめ、レバーで網を動かそう。ボタンを押そう。網を振るぜ。やったな。レアゲット。あと2回。
取り出し口からカードを取るでござる。